トロチロでございます。トシコメー。最近マジで最初何言ってるか分かんない時多いんだよね。もうレッツゴー。それはない、それはない、さすがに止める、今のうまくやっといてよ、テロップで。いや、短いで、今の超長いテロップじゃないと無理だからね、今の説明。大丈夫、今日は子守ですよ。はい、子守ね。久しぶりじゃないかな。そうだよね、はい、うん、ずっとなんかあるもんね、なかなか子守らない子守ですよ。はい、そうですね、大体最後まで感想すること多いから、大体いつもはね、ちょい大盛りぐらい、うん、そう終わるんですけど、はい、マックス40連で、うん、S が1枚確定と、はい、12、10以内に来ればね、うん、まあそうだね、小盛りと言えるんですけど、激アツ、うん、来なければもう普通にただの闇ガチャという、はい、波から大盛りになるだけだ、はい、うん、ということで、まあ今日は僕と大輝が小盛り40連ずつ、まあ40連っていうか当たるまでです、うんうん、さっさと当たればもしかしたら秒で終わるかもしれない。そうだね。まあ次の動画でリボンが味噌気分も含めて、小盛り40と味噌気分の合計110連。まあそうだね。小盛り次第にはなるけどマックス110。はい、感じで、やっていきたいと思います。はい。レッツゴー。GO!ということで、セカンドが追加されています。はい。注目選手は結構多いですね。うん、あんまこのタイミングセカンド来るイメージがないんで。確かに。早いよね、ちょっとタイミングが。守備多いな。え、やば。え、ショート守れんの？まあ、できるでしょ。まあ、でも、うん、オールラウンダーっていうのは知ってるけど。僕は、純正やるんでね。そうだよね。まあ、いてもいいかな。うん。はい、中村選手。はい、中村翔吾さんね。まあ、僕ら厳しいっすね。うん。来ました。ティノさんね。ティノさん。しっかり乗るのか。ティノさん。強えな。勝ちえぐいね。守備 A 段乗りましたね、ついに。おお。来ました、バケモン。あー、もう超大目玉。大目玉、うん、世界のスラッカーみたいな。確かに。完全にそれだよ、うん。ミートが1上がったのかな。うん。そうだね。僕は欲しいですね。俺も欲しい。200違うんで。うん、俺もしい、ビップさんですね。ああ、ビップさん、はい、もうビップさんで呼んじゃった。もう呼んじゃったね、もうね。セカンドの守備いいなんだね。もっとあるって絶対。結構騒がれてるらしい。あ、そうなんだ。絶対 C はあるよ、C、うん、あんま守備は上手くないという。なるほど、把握しました。直樹さんね。じゃあ直樹、低弾道はないって。あるだ。いや、中はある、絶対直樹さん。別に弾道高くないだ。高くはないけど、ホームランのイメージはなんかね、変着で多いイメージだから、うん、守備職人についてんじゃん。いや、守備も絶対 A あるって直樹さん。ないないない、去年は、今年はちょっとエラーしまくってる。今年呼吸とか E とかだな。これ問題ですよね。あ、出た出た。 A ないんすよ。え、だって言ったら殿崎さんより低いからね。低いで、そういうことよね。殿崎さん、今年は厳しいという。そうだね、ノーエラーでしょって今日は。そうです、10番、うん、来ました。テッド、うん、こんな早くテッド組んだの。ねえ、セカンドね。うん、いつも遅く来るイメージ。確かに。まあ、相変わらず強いですね。強い。まあ、ちょっと下がってるけどね、能力は。あ、意外と下がってないんだよね、言うほど。まあ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 。でも結構痛くない。痛い。でも、2パの A 同士が多分無理になるな。うん。あ、確かに、そうだ、うん。地味に痛いです。うん、はい。ちょっと痛かった。僕の狙いは浅村さん。はい。ヤマディさん。はい。外れ枠で殿崎さん、周東さん。なるほど。俺の狙いは、浅村さん、吉川さん。はい、外れ枠で山田選手。はい、外れなんだ。はい、もう尻にこの選択区役所取っちゃったから。来たばっかな。そうそう、だからまあそんなには嬉しくはないかなって感じ。はい、はい、一応自チームじゃなくて、あの新選手の S が確定なんで。うん、そうだね、40までに。はい、はい、ということで、まあ、セカンドの人は確実に出ると、うん、はい。それでは5連スタートします。レッツゴー。当たっていいよ。大輝、なんだかんだ結局いつもこれつまんないみたいに言われるんです。そうそうだ、俺だけつまんない。最初に A ばっか返してる。あれ、小盛りマジで俺相性悪いから。小盛りそういう事故あるからおもろいよ。あっ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 、こもった。ついにこもった。最速。え、こもっちゃったんだけど。最速じゃん。え、もう小盛りどころじゃねえ、すすめの涙ほどじゃん。浅村さん、吉川さん、エースか吉村さん来たらもう神。そう、やばい。いいよ。ピコ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 。これ5連だっけ。まあまあまあ、いいでしょう。いろいろとつまんないこと。マジでつまんなくね。そこで終わりでいいんだから、言ったらお前。それはつまんなくない。さすがにつまんなくない、これは。これはちょっとね。まあでも、小盛りおめでとうございます。あ、あるある。これはね、無事初めての小盛り、うん、ガチで、俺も、だって俺30連引くから、これ終わりです。え、終わりなの。早くね。こっちやっていいよ、こっちやっていい。あ、待って、まあ、とりあえず引くわ。はい、とりあえず、行きます。引き次第、引き次第、引き次第。で、こっちの、普通のドラフトスタートに関しては、もう自チーム新選手枠があるんで、うん、そしたらもうそれを出したらもう吉川さん。そうだね、そう、吉川さん、俺シリワンだからスピード300違うのよ。はい、あ、上がんないわ。これ多分オール B ですね。まあ、オール B 全然あるから。
ちょうど吉川さん、事故ったガチャか。そうそうだね。はいはいはい。わー、しょぼいな。過去に9万円使ってます。はい、これで。これでね。ちょ、S1 番当てたいね。ここで。ちょっと、回す、まあね、うん。これが…飛べば俺来そうな気がするんだよね、ここ。お、飛びます。あ、レッツゴー。お、来た。うわー、俺は必要ねえんだな。まあラストでいいかな別に。でもこれ着火し11だからね、出てくるのね、1回多いからね、うん、まあちょっと引きます。もう1回だけ貸して、もう1回だけ貸して。そりゃそうだ。また俺沼ハマるじゃんこれ。俺も無駄だからね、これ S 出せなかったら。あるけど、しかもジャイアンツ一体も来ない。あ、これ地獄だわ、これ地獄のやつだわ。ああ、じゃあ俺ラストにします。あ、もうしょうがない。あ、正義にちょっと取れたから作ってもらいます。僕じゃなくてラスト。僕はもうさらっと、うん、もう本当にこれで来いこういうところなんですよね。で、ここでガロー来て、よしかな。グルレッツゴー。はーい、やばい、はい、です。全部ええすごい。撃てマジで無駄やん。マジ無駄すぎる。ここが最後よ。おー、来た。撃ってるぞ俺。行こう、直樹。さあ、チームセカンド引けるのか。さあ、どうだ。マジお願いよ、頼むよ。あ、最後来るよ。あっ、ごめんダッグ。何枠ノーマルですか。ノーマルだね。あ、よかったよ、出ただけ。じゃあ僕が小森行きたいと思います。はい、レッツゴー。もう僕は浅村さんしかないですね。はいはいはい。野崎さんも回収したいんだよ。ああ、うん、確かに使える。じゃあ運命の40連。はい、僕はね、目標20連以内に終わらせたいです。おお、30連までしかないんで、うん、変に事故ると課金が必要になります。はい、1万円で終わらせてください。はい、ということで、あの A に松永さんが来てたんで。おお、はい、新しくね、ロッテに買いました。はいはい、ガキーンとかやられたらマジで爆笑するんで。いや、マジでやばいよ。中村さんになっちゃいます。そうだね、はい、お願いします。いや、お願いします。20連以内で。怖いけどね。ピッチャー欲しく。やばいよ、やばいよ。おお、わったー。わかんない。結局打たなきゃ大丈夫だから、とりあえず。そうそうだ、打たなきゃ大丈夫。じゃあ、矢島終わっちゃったなと思って。あ、そうだね、10連目で終わっちゃった。待って、松永さん回収したい、マジで。確かにこれ賞味ありだよね、回すの。ありだ、うん。浅村さん、山田さん、野崎さん、修斗さん、お願いします。来たら浅村さん、ガーハーやばいよ。来たら来たら来たら浅村さん。ピップさん、ピップさん。今から BGM、 BGM でてるてるって流れてる。もう終わった、エンディングじゃん。ちょうど終わってるな。はい、ということでね、当たり前に暴走が始まっています。そうそう、さらっと予想外すぎる。2人とも両方当たり前に暴走してます。行きましょう、皆さん。行きましょう。11連、マー君か安村さん。エスコ、エスコ。おいよ、つけてるよ。ピッチャー、ちょっと。そう、まあ、大丈夫。突き出てたらいける。月はまだね、希望を持てるのよ。出ないとマジで終わったと思った。テロリゴ、テロリゴ、テロリゴ。さあ、いいよ、いいよ。どの枠で出てるかですよ、あとは。1、2お願いします。はい、1位か2位、うん、お願いします。浅村さんか、マーク。はい、小深田さんか、島内さん。持ってる楽天来たら引退します。引退は、引退は分かってます、皆さん。今引退かけてますかね。もう本当にやめますかね。島内さん、本当に出るんだ。坂本、俺、小深田さんは来ると思う。ああ、でも坂本さんとかも来る可能性あるでしょ。まあ、そうだね。普通名全然予想外の角度来た。ねえ、なるほど。2枚引きは見ないか。うわー、さあ、もうラストです。はい、ラスト、ラスト。ここで引くのは男でしょう。行こう。もう大輝も最後出したよ。引きます。
A だけ楽しくなってきちゃってるよ、もうこれ一番最後 B の感じ最後オール B とかあるよ、ないない、 A は A は A はあった、最初月ですあの、やばいやばい、闇が始まる、やばいやばいやばい、絶対最後 B やということで、ご視聴ありがとうございました。じゃあチャンネル登録お願いします。お願いします。次はリボンが、みそぎで大暴走をしていきます。はい、中日リアタイそろそろ出ますので、皆さんハンカチの用意お願いします。お願いします。それではいきます。はい、おお、さよなら次回の動画は、イベントを完走できずにみそぎが決まっていたリボン、そんなリボンが子守スカウト、そしてドラフトスカウトでみそぎをしていきます。そんなリボンがみそぎとは思えぬレスを乱獲、そして目玉選手も大量獲得しちゃいます。まさかの引きの良さに一同驚愕、果たしてどの選手を獲得したのか、その目で神引きを見よ。リボン編お楽しみに。